元のんのクロワッサン的生き方のすめ。皆さんおはようございます。パーソナリティの元のんとこの番組は毎回のテーマについてインスピレーションで感じた通りに考えないでトークする自由気ままな30分です。私も同じようなことがあったよとか自分はこんな風に感じたよなど、どしどしコメントでご参加いただけると嬉しいです。そしてこの番組を通して世の中の常識やルールに縛られず自由に楽しくワクワクするような人生を過ごしたいと願っている方の小さなヒントになればと思っています。人生は一度きり、自分のやりたいことをどんどんやって自分らしい素敵な日々を過ごしていきましょう。はい、さて今日はですね、素敵なゲストをまたお迎えして、送っていきたいと思いますが、今日のタイトルはちゃかちゃんアロハ呼吸のいろいろ。はい、後ほど素敵なゲスト2名をご紹介したいと思います。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、797@fmgino1.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。それではここで一旦 CM です。すごい落ち着いてるね。ねえ、めっちゃいい声。素晴らしい。聞き入っちゃいますね。今聞き入っちゃいました。な、私なんか客観的に楽しみました。ね、色っぽいね。スタジオがまた猫がそう思って気持ちいいよね。ねえ、本当海が見えるってすごいいいよね。明るいし、ラジオ局ってね、なかなかない。アロハ呼吸ね、できそう。あ、呼吸できるね。ぜひやってください。ねえ、やってほしい。使ってください。ね、そうだ。うん、できます。できます。はい、では、今日の、ちょっと引っ張ってしまいましたが、素敵なゲストをご紹介したいと思います。アロハ呼吸の、始祖でいらっしゃる始祖はい、始祖でいいのかしら、ね、師匠でいらっしゃる、師匠マーコ先生、はい、橋本雅子さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、と、ご一緒に今日いらしていただいているインストラクターの、はい、はい、雅子さん。同じく雅子、同じ字の雅子ダブル雅子です。ダブル、はい、分かりづらいので私がいつも皆さんにマーコさんと呼ばれてるんですが、はい、で、マーコさん、マーコ先生とマーコちゃん、はい、はい、で、お送りしたいと思います。はい、お願いします。そう、実はあれですよね。はい、あれは前回来ていただいたのはいつ頃だったかな。3月、あれ8月、本の出版、本の出版のもっと前です。前と前です。3月だ、うんうん、で、もうすぐ本が出ますよは伝えて、出るのが決まりましたは伝えたんじゃなかったかな。そうですね、うんうん、もう大体の発売は8月頃です。そうです、みたいなことで、で、そこから編集作業が始まって、うん、本が完成して出版したのが8月1日なんですね。うん、そう、だから本が出ては初めてですね。そうですね、この現物があります。あー、もうちょっとね、はい、YouTube だったら見れるかもしれないけど、ね、PHP 研究者とかから見てます、はい、そうなんです。はい、このね、中身もちょっと後ほど、はい、そうですね、はい、お伝えしていければなと思うんですけど、はい、今回ね、8月の26日に出版記念パーティーを、ね、沖縄でしましたね。はい、その時いらっしゃってからの、うん、また今回はそうですね、アロハ呼吸の、講座というか講座ですね、はい、講座を何箇所かで行っているのと、あと、まあ、ラジオとか講座プラス、うん、懲りもせず講座プラスランチパーティーっていう
あの楽しみに、講座よりもランチパーティーが豪華になっちゃって今回は、ね、本当に出版記念よりも豪華になっちゃいまして、あのプロのミュージシャンも出てくださるという素敵なパーティーをしましたね、はい、そうですよね、もう来た人はスペシャルすぎてびっくりしてましたけど ね、だってミスユニバース、あミスユニバース、ミスフラちゃん、あごめんなさいフラちゃん、あごめんなさいごめんなさいミスユニバースまたびっくりしますけどあのうちの娘がフラダンサー、フラダンスをしてまして、あのフラダンサーなんですけど、ミスフラジャパンの2015年で、はい、で娘は出版記念パーティーで踊ったんですけど、あの娘のお友達でさきちゃんって言ってミスフラジャパン2013年の子がいて、はい、その子も連れてこようと思って、そのランチパーティーのためだけにミスフラジャパンを2人連れてきたんですね。で最初はその2人だけがゲストだったんですよ。それだけで十分良かったんだけれど、あの参加したいって言ってくれた人が、あの沖縄出身 の、 あのアーティストで上津真澄さんっていう方で、東京のライブハウスとかで結構あの活動をされてる方なんですね。でその人がアロハ呼吸とか最近東京で来てくれてて、で先月も沖縄帰ったのに、そのランチパーティーのためにお仕事があるのに、前日の夜最終便の飛行機で来てくれて、すごい、でその翌々日にはもう始発で帰んなきゃいけないというスケジュールでランチパーティーのために来てくださったんですね。ありがたい。でもう一人はあの小嶋美佐子さんとこといつもあのセッションしてるような方で、はい、あの西中美咲さんって言って、沖縄出身のフルートの、あのジャズフルートをされてる方がいて、なんか素敵な響きですね、もうたくさん CD 出されてる方なんですけど、その人も参加したいできたので、はい、よかったら演奏してくれますかって言ったら無茶ぶりですか喜んでって言って、と思って、そんなこと言っていいのかなと思って、でもその方はいろんなところで沖縄にいる間にもライブしてるんですけど、大きいところでランチパーティーでいいんですかって言ったら喜んでやりますよとかって言って、すごい、 そう、そしたらもうね、豪華なパーティーになっちゃったんですよ。なっちゃったってことですよね。しかもお食事付きで、お食事付きで、ね、あのカフェの那覇のね、素敵なまたこのカフェも、ポントさんのお食事がまた ね、なんかすごくってね、今回ね、そう、美味しくて、美味しい、もうこれで終わりかと思ったらまた出てくるみたいな、そう、すごい、もうなんか期待で以上のものがもう以上だから皆さん、もうびっくりしてましたね。私たちも予想以上でしたね。予想以上だ、ね、こんなになるのみたいな、すごい、だから次も、あのワクワクしちゃって、皆さん次も楽しみにしてくれてるから、どんどんハードルがね、次はもうダンサーズが増えちゃったんだ、ダンサーズ増えちゃった、イブラだけじゃなく、あのバリダンス、そうそう、アイさんとか、ノブちゃんとか、アイちゃん、あのモトノンちゃんもね、モトノンちゃんもね、やってるバリダンスで、びっくりしてて、これは出ていただくしかないですね。ありがとうございます。公演が、トマコ先生の OK は出てるんで、あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。すごい。はい。さすが。だから3月下旬あたり、元野ちゃんのお誕生日あたりを、はい、ありがとうございます。誕生日そうですね。私も3月生まれなんですけど、そう、だからまあ3月に生まれるといいななんて思って、最高ですね。フラダンサー連れてきますからね。また楽しみ、楽しみ。もう娘さんのね、みゆちゃんもね、もう本当に素敵なフラを見せていただいて、もう最高のこうなんていうんでしょうね、あの出演。シャト参加者とパーティーいらしていただいて、あのこの間は小袋の曲で娘を踊ったじゃないですか、大丈夫ですね、そうだった、三振で演奏しているような小袋にしては珍しい曲があるんですけど、で今回はその曲を上津真澄さんというアーティストが前もって練習してきてくれて、ミユと合わせるために彼女の生歌でフラを踊ったんですよ。それがね、すごいまた良かったんですよ。良かったです。すごい共鳴ですね。元野ちゃんに見てほしかったですね。本当だ。アイさんも小袋大好きなんで。花さん、花さん。あ、ごめんなさい。アイさん。じゃあ花さん、花さん。私も花さんに影響されて CD 買ったんですけど。ありがとうございます。素晴らしい。私も小袋大好きなので。コブファミさん。コブファミさん。そっか、すごい。いいパーティーでした。だからだんだんね、バージョンアップしてるから、あの呼吸法はまずまあきちんとやります、長くしっかりやります、その後のコンサート編がだんだん大きくなりそうな、もうなんか会場とかもホテルとかでやってる、
気がつくとだんだんね、娘も言ってたんだけど、気がつくと大きい会場になってそうだねって。出る。でもコントさんでやりたいんですよね。コントさん好きだからね。そうですよね。このなんか素敵な方の集まりのコラボが、そうそうそう、ね、でもこれもやっぱりアロハ呼吸のこう賜物というか、何も考えてなくて、そうやって形ができていくから、来てくださった参加者さんと、うん、あのバードなんかね、仲良し感がすごかったです、うん、初めて会ってる、そう初めて会ってる、みんな仲良くなって、その後から一緒に夜までずっと行動共にした人がいました。なかなかみんな帰らないよ。そうそう、東京からね、アロハ呼吸をずっともう4年受けてる子が来てくれたんですけど、このためにね、パーティーのために、はいはい、でも私その後仕事とかあるじゃないですか、うん、したらもうそこで仲良くなった人と、うん、なんか夜まで行くって言って、でノリですごいエンジョイしちゃって、そう楽しかったみたいです、もうそこでね、こういろんな、もう魅力のある人たちが集って、ね、これも調和しちゃって、調和しちゃったことですよね、あの呼吸法で細胞が調和しちゃうじゃないですか、あもう見えないレベルのね、そう調和がね、細胞から調和するじゃないですか、あの調和のエネルギーを前から吸って背中で吐いて、背中から吸って前から吐くみたいな呼吸法あるんですけど、だからそういうのをやっているから、初めて会った人がもうあの表面は調和してなくても、細胞が調和してるのも、もうね、もうそこのなんか言わなくても、そう全部一つ一つに、そうなんですよ、みんな何年か前からの友達だったぞみたいな、まあ魂的にはそうだったのかもしれないけれど、あの初めて会った人同士のもうあっという間に仲良くなってましたね。嬉しかったですね。そうだそうだ、はい、ちょっと初めて聞いていらっしゃる方もいるかもしれないので、はい、簡単にアロハ呼吸とはというのを、はい、はい、アロハ呼吸法というのは、うん、大地と宇宙のもとを、天をね、あの、きちんとイメージをして、大地と天をつながってるっていうのをイメージしながら、細胞に語りかけながらする呼吸法なんですね。で、細胞の心から変えていくっていう呼吸法なんですよ。だから表、さっきもちょっと言いましたけど、表面の心を無理無理変えなくっても、はい、細胞の心があっという間に素直だから変わってくれるから、気がつくと表面にある心配事とか悩み事とかが、もう無理無理変えようと思わなくって自然に変わっていくっていう、で心も体も元気になっちゃうっていう呼吸法なんです。そうですよね、これ最初にお話を聞いた時に、もう最初思ったのが、もう普段やってることでこう変えられるっていうのがもうすごい、呼吸はね皆さんしてますからね、で実際にこの受けて、自分も受けてみて、本当にこのありがとうございます、はい、なんでしょうね、目に見えないかもしれないけど、もうこの内側ですごい浄化されている、浄化されてるんですよね、感じました、だからあのよく言うんですけど、人間の体 70% 水だけど、その水が綺麗なお水かどうかっていうことで、体の中は光じゃないですか、まあ、お水に例えると分かりやすいですけど、呼吸で体の中の水を綺麗にできるんだなっていうのをすごく皆さん見てても、実感してますね。お肌の色とか変わりますから ね、そうですよね、全体に若返りますから、そうなんですよ、みんな若返ってます、女性が綺麗になるっていう感じですね、あのエステでお金かけなくても、呼吸意識するだけで、そう若返るし、で何やってんのとか言われちゃうんですね、でお肌も何やってんのとか言われるんですけど、しかも20代の子が言ってくれるんですよ、すごい、ママ何やってんのとか秘訣を教えて、ね、呼吸法しかやってないんだけどねなんて言って、空間も変わりますし、ね、空間もね、あの呼吸をした後は、みんなでお部屋が綺麗になりますね。あのこの間そのパーティーやった、あのそこのお店の方が言ってたんですけど、呼吸をやる前とやった後は空間が変わってたっていうのが、あのお食事の用意、客観的にお食事の用意とかしてるから見てて変わっていくのが分かったみたいですね。でみんなのキラキラ度が変わるのも分かったみたいですね、周りに客観的にそういう人がいるとありがたいなと思って、そうですよね、やってる人たちとね、ちょっと分かんないけど変わってるよって、で自分が変わってるんだって思うと、もっともっとなんか、ね、輝きたいとか、でもね、集合写真撮ったんですよ、呼吸法の前と明らかに顔違ってるんですよね、違ってます、あのシャープになってる人とか、顔がね、すっごく細くなってて、でこの写真ちょうだいとか言われて、でも
シャープになってる集合写真がいろんな効果ありますからね、はい、そう、むくみが取れてるというか、またこの大勢のパワーでより、ね、効果がはっきり見えたんですね。綺麗になってた。あのインターネットラジオで、私はあの今日あのドリップラジオっていうのが出てるから全国誰でも見れるんですけど、あの呼吸法やってると光が映ったんですね。で上下に手を動かした時は上から下に光が映って、右から左の時は右から左に映って、あの回転する呼吸法の時は回転する渦巻きにスパイラルになってる光が映ってるんですね。しかも動画で、初めて動画で呼吸法を撮った時に、あの太陽が出てないところでやったんだけど、もう光がそうやって映ってる動画が今日多分放送中にあのアップされるので、よかったらあの夜7時、水曜日の夜7時からなので、あのぜひ見れる方はあの呼吸をやるとこうなるんだよっていうのが分かると思うので、それ私だからじゃないんですよ。アルファ呼吸法やるとそうなるんですよ。だからあのマーコさんすごいとかっつってその写真載せたらフェイスブックとか書いてくださってるんですけど、私だからじゃなくってその呼吸法をやってちゃんとつながっていると、そういう風にエネルギーが動いてますよっていうのが動画に撮れたんですよね。だからぜひあの見て、ね、あのこの呼吸法したいと思ったら誰でもできるから、本を読みながらできますので、CD も入ってるので CD ね、あのだけでもすごく、あの心地いい、ね、愛着が、ね、してくださってるんですよね。だからぜひあの第5章には呼吸法の方法書いてるんですけど、この中で全部やらなくてもいいので、気になるところだけでもいいから、あのしてみてください。でもう本読んだ人が続々変わってるんですね。呼吸法受けたことない方で女優さんがいるんだけど、もう効果ものすごい感じてくれて、発売からまだね3ヶ月なんですけど、そうですね、もう効果がすぐ現れてくれてるんですね。すごい感度のいい人はもうどんどんやってくれていて、であのやめられなくなってます。そうですよね。でも本当にこの心地よさとか、ね、効果が見えてくると、絶対やめられないですよね。なくなるんですね。で頑張らなくってよくって、あの1日数分でもいいし、全部やらなくていいし、光を吸って吐くだけでもいいし、ちょっと呼吸を意識するってことを、この本きっかけに、あの、してる人がね、ちょっと増えてきてますね。あのご縁のある場所ね、沖縄だけじゃなくて広島だとか、和歌山だとか、あの関西の方だとか、ちょっといろいろ行ってるんですけど、やっぱり広がってきているので、それであの合うなっていう人は続けてくれてるのが嬉しくって、そうですよね。ぜひ本当に続けてください。よかったら、ね、続けて、で、なんか今の話聞いてると続けなくてもそれだけの効果が出ることは、ありますね。思い出してたまにやるだけでもありますよ。ね、知っておいてこの本を読んで、こうね、やり方をちょっと頭に入れて、こう気づいた時にやるだけで、違いますね、どれだけね、こう変わるかっていうのを、あの、ね、呼吸って大体誰も意識してないから、もう意識するところから始まるので、その意識するっていうのにはとってもいいと思います。でもこの本も読んで、あの実際に受けてみて思ったのは、なんかすごい感謝するというか、あ、呼吸できてるんだ私みたいな、そういう感覚、当たり前のものがって思えたりとか、ありがとうございます。細胞のね、本当に、あの頑張って活動してるんだなっていう、こう愛しさ、自分自身もね、自分自身も、そう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 、臓器もね、ね、全部に、体の中全部に感謝できるからね。だから気づかない、いつも見てないところが見れるようになりますよね。なるってことですね。自分メンテナンスの時間になるので、なるほど、気づきが多くなりますね。本当にそうだと思う。で日々感謝が増えるんですよね。でありがとう、ありがとうが増えると、またありがとうがいっぱいやってくるから、引き寄せ、もうまさにその、ね、ランチパーティーの豪華さもそうですね。それもそうですね。昨日なんて1日に3回も偶然人に会ったんですよ。最初那覇で会って、次、女村に移動したところで会って、同じ人ですか、別の人、あ、別の人、知ってる人と、知ってる人と、全然タイミングがパッ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 、しかもなぜここでみたいな。で偶然私たちはもう気分のまんま移動していて、じゃあご飯チャタンにしようって言って、チャタンでもまたパタって会って、本当はランチパーティーに
あの来てくれるって言ってた、うん、あのアーティストの子で、うん、まあ、前日が大きなライブで来れなかったんですけど、うん、で来れなくて残念とかってやり取りをしていたら、うん、偶然会っちゃったんですね。チャタンで会えちゃった。チャタンがね、さあもう来てるっていう話になります。はい、すいません、またね、もう聞きたいことたくさんあるんですけど、はい、マーコ先生が、滞在するのが明日までということで、今日の、夕方から、はい、そのアロハ呼吸の、はい、最後のイベントですかね、今回の滞在の呼吸法ですね、はい、呼吸法、うん、はい、講座をされるということで、はい、こちらの告知をしたいと思います。那覇の松尾公園、はいはい、というところで、6時集合、はい、で6時15分から、まあ、約1時間1時間ですね、はい、かね、で参加費は3000円ということで、はい、もうみっちりアロハ呼吸の体験ができる。もうこの1回で多分ものすごい、うん、あの細胞が変わりますのでね、はい、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。お水とレジャーシートかなんかちょっと敷物が、あ、まあ、ね、バスタオルでも何でもいいですけど、うんうん、持ってきていただけるといいなと思います、ね、はい、本当にもうちょっとこのねラジオ聞いた方で、はい、もう今日行きたいっていう方はもう、ね、はい、ぜひいらしてください。ぜひ駆けつけてね、あの体験してみてください、はい、それともう一つは、はい、先ほどちょっとお話の中でも出ましたけども、うん、来年の3月末頃に、はい、またね、はい、第3弾ぐらいですかね、第3弾ランチパーティーですね、うん、もう今後何が起こるか分かんないっていう期待感で来て、うん、ね、もらった方がいいかもしれないですね。早くもですから、ね、早くも、まだ未定ですけど、あの期待以上は間違いないと思います、うん、私たちにとって、はい、そうですよね、はいはい、参加した人、うん、その人のまた魅力を引き出したりとか、はい、そういうことにつながるかもしれないので、はい、でこの情報ですね、あの Google でアロハ呼吸で検索していただくと、はい、アロハ呼吸のホームページ、はい、アロハ呼吸法ですね、ごめんなさい、うん、ホームページですね、ホームページとか、うん、あと Facebook でも、ホームページがあると、はい、あとは、マーコ先生、橋本雅子さんですね、はい、そうです、個人ページでも、はい、こういった情報を更新されているので、はい、ぜひ来年こそ行きたいなと思っていらっしゃる方は、はい、ぜひチェックをしてみてください。はい、ね、で本もこちらね、はい、アロハ呼吸法、はい、始めた人から毎日が幸せになるアロハ呼吸法、ジュンク堂さんとかなんだったら、はい、あと、リブローさんとかに、リュウゴーのリブローさんとかにもあったりしますね、うん、そうですね、未来堂書店さんにもありますね、ライカムの、あ、ライカムね、うん、ぜひぜひ、そちらの方でご購入いただければと思います、はい、あとアマゾンでもね、うん、あ、購入できますからね、はい、なるほど、 PHP 研究所から出てます、よろしくお願いします、はい、もうこの挿絵とかもね素敵で、ね、素敵、あと、ま、ここにね、呼吸について分かりやすいように、うん、詩のような感じで、うん、こういうふうに写真と一緒に入っていますので、はい、ここも読んでみてください、うん、で章ごとにね、詩と、うん、言葉を入れていってるので、うん、それもぜひ見ていただきたいと思います、うん、はい、はい、ね、ぜひぜひ手に取って、ね、うん、チャレンジしてみてください、はい、あと最後なんですが、はい、来週の11月23日、はい、じゃがじゃん、バリダンス、はい、じゃがじゃん、バリダンスとすごい、はい、インドとバリの踊りという、はい、発表会にまさ、ね、大谷雅子さんと、ね、はい、私と、ね、練習してきた、はい、参加しますので、はい、ぜひぜひ、場所は、場所がですね、プラザハウスの2階の、はい、北広場、うん、ですね、2時半から開演で、はい、そうですね、私たちは鳥なんです。最後に最後に出るので、5時前後とか、そのどのぐらいかかるのか、5時終了予定、ね、予定なので、4時、はい、4時以降になるかな、ね、他の舞踊もね、インドとか、うん、インドとバリの舞踊を、はい、楽しめるというイベントなので、珍しい機会だと思うんですね、なかなか見られない、今一生懸命練習中なんで、はい、頑張ってレッスン中です、はい、もう聞きたいことたくさん、ね、あって、ちょっと伝えきれてないこともあったと思うので、こちらの後ほど Facebook の、私のラジオ番組の、Facebook の方で、はい、ちょっと補足でアップしていきたいと思います。ありがとうございます、ね、今日はお忙しい中い、ね、来ていただいてありがとうございます。またありがとうございます、いい空気に、本当にお二人のハッピーオーラで、ね、幸せな気分嬉しい、ここも気持ちいいです、気持ちいいです ね、 ね、またぜひ呼んでください、はい、こちらこそ、今度はミスフラジャパンもぜひ呼んでください、ぜひ、そうですね、イベントとかがね、あったりとかだったら、ぜひ、ね、お願いしていただければと思います、はい、
この時間のお相手は元のんと愛とまこちゃんまあ、こでした、はい。また来週の9時半にお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。